皆さんこんにちは、タタソです。はい、ということでやっと念願の今年、実は2回目なんですけど、最終に来ましたって言いながら、実は手に持ってるもの、ちょっとね、これやらせとかじゃないんですけど、今日ポイントに来て、今6時半ぐらいです。見えますか？これなんだかわかる人？はい、大桑のメスが春ってました。実はライトトラップの予定なんですけど、もう取っちゃったんで帰ろうかなって実は思うぐらい、本日の目標が達成しました。実はですね、私だけじゃなくて、今日一緒に最終に来てる方がいまして、後々後で紹介したいと思います。もう拾っちゃったよこれ。本当にワイルド。ちょっとこれさ、見てもらってわかるかな、これ伏せつかけてるんだよね、ここ。ちょっと見えないか。今ちょっと死んだふりしてますけど、これ完全にワイルドのメスだと思います。ノギスないけど、これで持ってきて、あ、ノギス持ってきた、ノギス持ってきたって、陽介さんがっていう。まあこれだと見た目どれぐらいかな。これでだいたい40ミリないぐらいかな。これ完全にワイルドですね。これやらせじゃないです。本当に歩ってたの、道路を。つうことで、では皆さん今日は帰りますっていうのは嘘です。10匹ぐらい取れるんじゃないかと思いながらも、ソーシャルディスタンス保って、私はマスクで今日は参加したいと思います。ということで皆さん、乞うご期待。では夜へ続く。すごいです、アリンコが体の中に入ってきてます。あ、ちなみに今日一緒に最終に来てる、どうもこんにちは、こんにちは。あと武将太さんと今日一緒に最終に来てます。こんにちは、よろしくお願いします。まあ、あのね、今日は良き日だと思うんですけど。そうですね、あの、まあ、時期的にも月齢的にも、ね、はい、今日は良い日だと思う。まあ、今日は大桑狙いで来てるので、もう実はオープニングで1匹取っちゃってるんですけど、歩ってたやつ、まあ、まあ前日の多分残り個体だと思うんですけど、らしいですね。夕方ぐらいになると多分たまにセッティング中もありますね。じゃあちょっと今日は私オス狙いなんで。あ、オスですか。はい、オスをちょっと拝ませていただきたいと思うので、はい、なんとか取りたいですね。ですね、はい、引き続きじゃあちょっと武将さんとこうチェックしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ヤマメス、ヤマメスどこ、ヤマメス、あ、これか、ヤマメスですって。これ拾ったらまずいやつですか。ちょっとください。はい、じゃあ拾います。ヤマメス、ヤマメスです。あ、あ、赤牛、これ赤牛のメスです。イエーイ、赤牛のメス飛んできてますよ。赤牛のメス、虫、虫、虫、リーチ、ここはリーチ。一瞬、あ、ん？ここはだよね、これね。あ、ここはですね。一瞬、ここはとヒメオオクワガタのメスを間違えそうになることが。ここはリーチ。できればオオクワのオスが見てみたいです。お、見つけたんです。お、これは、これは、これは。赤足のオスだよ。ちょっと待って、私ガだらけや、ガだらけですけど、ここはペアですよ。あ、足元、足元、足元、あ、危ない危ない。あ、ここはオス、オスとこっち、あ、これ結構大きい、これオス、
お、あ、違う、これミヤマだった。ミヤマもすごい取れる。今日ちょっといい、いいんじゃないの、今日いいんじゃないのって。今シーズン2回目ですけど、ケースに入れましょう。ノコ先生にしてもらって。あ、ノコのじゃないですか。ちっちゃいけど、いい時間か。ノコよ、ノコいいわね。あー、やめて、襲わないで、私を、痛い。あ、あ、お、お、お、ミヤマのメス、ミヤマ、すごいすごい、いっぱい飛んできた。ケンガ、ケンガ、やばい、喧嘩してる。なかなか、お、オオクワに巡り合えない。なかなかオオクワに巡り合えないよ。頑張ります。でかい。お、ここはでかい、でかっ、おっきい。ここはのオスでかいです。あ、おっきい、おっきい、うん、ここはのオスでかい。お、でかいっすね。やばい、ちょっとオオクワかと思った。確かに、オオクワじゃないですか。オオクワ、あれ、でかいな、それ。ほんとでかい。え、なんだこれ。え、でかい、でかいですよね。いや、でも5センチないから、まあ、5センチはなさそうだから、ちょうど5センチぐらいですか。48、でかい、8ぐらいですか、ね、これ、陽介くんのお店持ってるから。でかい、やった、王国は、ここは、ここはです。内視がすごい。陽介さん、これでかいよ。ここはオス、羽広げてる、羽ちょっと、ちょっと羽が出てるこれ、来そうだな、なんかいい感じがしてきた。私個人的にコクワが飛んでくると大体オオクワの飛来の予感がするので、と言いながら全く取れないこともあるので、こっからですね。後でリリースするけど結構取れましたね。こっちのケースとこっちにもこんな感じでいます。今日のラインナップ、潰さないように集めてます。ミヤマ、ミヤマオス、これもミヤマメス、痛い、あー、ミヤマメスいやー、いいね、いい景色だね、いい景色。ちょっと入れよう。綺麗、これ綺麗、これ綺麗。この花見し綺麗じゃないですか。これ緑色、超綺麗。このカメムシ、カメムシさんです。カメムシはね、愛情も、え、綺麗。あ、待って、飛んできた、赤足や、赤足のメスゲット、まさかの足に飛んできた、すごい。あ、赤足のメスゲット、やばい、足元にメスメス、手に乗せてナウシカのようだ。あ、飛ぶ、あ、飛んだ飛んだ、あ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 、早く飛んでる、あ、みんなすげーことだ。うわー、質問じゃないですか。すげー、オオクワ、羽出し取れました、羽出し、羽出し取れました、取った、取ってない、取ってない、いや、でも来た時来たじゃん、いやー、なんか感動的。やった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 ぜ、オオクワのミス、ゲー、ちょっとガだらけ、メガネがガだらけ。じゃあ撮ります。
げえ。あーすげえ、しかも結構大きい。あやったー、やったー、ちょっとやったー、めっちゃ。あと大丈夫、時間8時26分、20時26分です。飛来しました。キズモノのオオクワメス、これはやらせじゃございません。こっから何匹取れるんでしょうか。第一村人陽介さんですよ。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。私じゃないけど。なんで宮間ですかって、宮間テンション低いじゃないか今度、奥歯取った後は。どういうことだ。しまうな。葉っぱ邪魔。葉っぱ邪魔。葉っぱ邪魔っすね。けどまだ一度も触れてないっすよ。やばい、オークア。え、オスやん。オスやん。やばい、オスやん。今気づいた。角度で見えなかった。ちょっと待って。ちょっと本当に。やばい、僕はオスだ。やばい、本物だ。よかった、よかった。タイタソチャンネル史上、オオクワガタのオスをずっと追い求めていた、この3年間。ようやく、今日、私の家の猫ちゃんが死んだ今日、オオクワガタのオスを見つけることができました。ありがとうございます。触らせてくれるって言ってくれたみんな。あ、ああやばい、やったー。僕はもうちょっと下げて、あの、手の9時10分ですね。さっき9時6分ちょっと過ぎにいたって言ったから9時7分ぐらいだな。9時7分と10分ですね。やばい、大きい方も羽広げたらパッと押さえて。はい、すみません、撮らせて。そうだよ、あー写真ちょっと逆光。
った。僕はです。皆さん。いや本物。グランディスみたい。これかっこいい。こっち小ぶりだけど。感動してる。まだ来ますね。10時です。10時います。本当バタバタっと。やったぜ、大桑だ。これさっきのよりも大きい。なんか新生中っぽい気がする。ツヤ的に。大桑メス10時です。飛来したの。今日のまたセットでやんない。あ、やりますやります。じゃすいません、ホークガだらけだけど私ちょっとこっちにずれていいですか。ガだらけ。ホークはメス、さっきのより大きい。これ新生中っぽいですね。苦節もかけてないし傷もついてないし顎もまだ摩耗してないっていうか、これもしかしたら今シーズン初の浮か仕立てかもしれませんね。やばいじゃん、サンメスの2オスですよ今日の。イエーイ牛尾田さんと愉快な仲間たちという感じ。ありがとうございます。ありがとう。